ということで、はるかて涼しでございますが、今日一日ですね、名カメラマン倉持カメラマンに来ていただきましてですね、あの映画の撮影と、まあ普通の人の撮影の違いをなんとなく感じると、何なんか渋い顔してんの恥ずかしがって柄にもなく裏の人だから表あんま出ないんでね、あのなんかこう恥ずかしがっておりますけれども、あの翔平ちゃんに似てるって言われるんでしょでずっと思ってたでしょ。思いました、だんだん似てるなと思ったんですけどもまあよく言われます、よく言われますよね、あの翔平ちゃんよりさらに面白いんでございますけれどもあのというね、倉持カメラマン来てもらいましたが、ということで、ね、あの野郎二人でですね、ここは年が近いんですけど、ちょっと年下のですね、はい、このいけすかない女をですね、また言われちゃった、また言われましたねまあ今日は、倉さん何やったんだっけ。今日はだから、まあ室内で、まあバランスですよね、光と影のバランスとか、それからまあ、絞り F 値をまあ開放で撮ったのと、少し絞りを入れて、絞り入れてね、まあ、4倍、うん、3倍か4倍かな、によってそのバックの ボケ方が、まあ、あのどんな風に見えるかっていうと、どっちがまあ自然に見えるかみたいな、っていうことをやりましたよね、でもさ、聞きたいのはさ、倉さんさ、この女がどうだったかっていう話なんだよね要はね、そこ聞きたいですか。まあ綺麗に撮れてるんじゃないかと思いますけど、ね、それはもうそれは名カメラマンとかそれは全然心配してないんだけど人柄とかさ人柄をできるほどちょっとまあお時間まだそんなですよね、しませんから。あそう、だからまあ愛は芽生えたりはしなかったの。どうですか、よくカメラマンと女優がくっついたりするじゃないって言いますよね、まあ、それはでもやっぱり商品に手を出してはいけないというケースがございますから、そうね、はい、そうね、商品という言い方は失礼ですけど、表向きはですか、いやいやもう潔白、精霊潔白でございますよ。素晴らしい、あれ昔誰か仲良くなった女優はいらっしゃるんですか。いないですよ。あ、ただ車でね自宅まで送ってたりとかそれはありましたけど、まあそれもあくまで誠意というかね、まあ自分で言うのは変ですけど優しさじゃないですかね。あら素敵、別にこうそこ乗り込んでお茶飲ませろよとかっていうことはしませんから、ああ勇気がなかったんでしょ勇気でしょうねそれで女優的にはどうなの、もうこの演出とかこのカメラマンいいなって送ってもらったけど、そこから一線を越えていいサインなんてあるのちょっとあるかもしれないですね。ちょっとあるかもしれないの、どういうの。やっぱりそうなんだ、こう目線でちょっと、ああ今日その目線がありましたかね我々に。今日はもう完全にいわゆる仕事女優として、あ女優として仕事としての、あの表情だったんじゃないでしょうか。そうだね、そうだったね。気づいてないかもしれませんよ。うまいこと言うねこの女優ね。まあ、これ気を持たせること言ってさ、そう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 、いざ後でさ痛い目に遭うよね。あの俺らそういうのいっぱいあるじゃない、なんかこう、そうですね、痛い目に、なんか痛い目に遭っちゃうよね。まあ最近そういうことってこれなかなかうるさいじゃないですか。うるさいうるさいうるさい、まあね、言葉ができちゃったよね、セクハラとかね、どっかの管理さんみたいなね、こともあるんでね、やっぱりいろいろ言動には気をつけなきゃいけない。いけないけど、その言動じゃないところでほらイエスノーがあるわけそこなかなか我々気がつかないよね。演技でここは変だなとかあるじゃない、こいつなんか全然下手っぴだなみたいなあるけどさ、鋭いですよね。そこはもう鋭く見抜くんだけどさ、これは OK は見抜けないね俺たちね。見抜けないですよね。というか、まあ私事になりますけどね、あのなかなかこう今はそうでもないですけど、若い頃はちゃんとこう目を合わせてね喋、るみたいなことって苦手で、まあだからカメラマンだっていうか、まあ、そうね、カメラ通してみたら見つめられるからね。そうなんですよ、だからそういうちょっとこうあの弱い性格を語って実はちょっと弱気な人がカメラマンやるよね。あの強気だったら役者やるもんね、じゃないのかなっていう。そうだよね、だから変な趣味なんですよ。だからそう覗き、そうね、満足してるよね、覗き趣味という、覗き趣味、自分の好き
なところを捉える。今日結構覗いたわけじゃないですか、この八島幹を、うん、まあまだ覗き足らないですよね。そうね、まあ3カットぐらいしかなかったね、今日はね。まだ魅力を分かるにはちょっと時間が足りませんね。またよろしくお願いします。息つかないです。こういうこと言うね、この女。本当にベテラン女優だと思うよね。どういう意味だろうね、よろしくお願いしますってさ、これ。まあまあ、それはそのまま学面通りを。ああ、さすがですね。さすがですね。痛い思いしました。痛い思いしますよね。我々なんか見てる方、映画関係者とか言うとね、美味しい思いばっかりしてんじゃないのって思うけど、あんなないっすね。ないっすね。役者同士は知らんけどね。そうですか。知らないですか。役者同士はあるの。まあそこそこありますよね。そこそこあんだ。そこそこじゃん。村方の女優とかあんまないもんね。そこそこはないよね。たまにあいつみたいな照明部のあのかっこいい人が、あらみたいなね。これはね、もう職業がしょうがないですね。我々やっぱり撮影部は意外とやっぱりこう前面に出てきて、そのメイキングでもなんでもね、うん、カメラ周りで女子さんも映るんだけど、うん、その後のお片付けとかあるあるからね。そう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 、お約束できないんですよ。できないよね。ちょっと今日食事ちょっと、ちょっと1時間待ってくださいみたいな。意外と照明部がさ早いんですね。あいつらはさ、だから本番中はさ暇じゃない。ま、本番中はそんなに、まあ、当然ね、そんなに、そうするとさ街の女優と喋ってたりするわけよ。あいつらは。ね、で演出もさ、カメラもさ、まあ、録音もさ、本番中忙しいしさ、次のチェンジさ、次のチェンジの時は照明部みんなバタバタやってるけど、照明部ずるいよね。まあそれで割とこう武骨なようで結構優しいですからね、うん、そう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 、やっぱりキュンときちゃう、ギャップがあるよね。なんか力持ちでガンコンコンコン、まあ悪いからすると、いや俺が綺麗に当ててあげるからみたいな、あるよね。あるし、それは撮影部もね、ないことはないんですけど、タイミングとしてはやっぱり照明部さんにちょっと越されちゃう、越されちゃうよね。気がついたらもうなんか行っちゃってたみたいな感じで。どう、照明部、照明部、そうですね、いい音が多いですよ。いい男、かっこいいよね、みんな。やっぱりまあ力持ちだしね。そう、男っぽいもんね。男っぽいですか。そう、なんかね、そう、映画知らない人にとってはなんか照明部ってちょっとね、イメージが分かんないかもしれないけど、モデルっぽいようなね、いい人いるよね、かっこいい人はね、照明部はね。確かにいますね。大体もうあれだもんね、あれはいいもんね、ガタイはね。そう、おー、プーとか言ってる。カード残ってるよ。カード残ってるよ。うん。そう。じゃあ、八島さん的にはそのさ、はい、映画のスタッフの中ではさ、どのチームが一番いいの？チームですね。チーム分け。やっぱ照明ですか？ほら、やっぱそういう感じよ。どうする？まあ、いや、それはそれで個人の自由ですからね。まあ、そうですよね。それは、うん、これはもうだってパートっていうよりはその人の人の魅力でしょ。ほら、でもさ、そのカメラもさ、だから撮影部もさ、演出部もあんまりそのさ、まあ監督はまあちょっと人柄で出るけど、そのなんていうの、カメラ後ろでのこの演技とのバランスで人柄出るだけじゃん。普通の会話できないじゃん。なんかさ、喋るとしたらもうさ、台本上との話になっちゃうじゃん、女優とはさ。ね、あの演技良かったとかさ、なんかそんなもっとこうだったみたいなさ、なんか仕事の話だよね、単純に言うと。ね、で、褒めたってさ、仕事を褒めてるような話になっちゃうじゃん。そうですね。基本はそうです。そうだよね。プライベートの話になんないじゃん、全然。そうだよね。照明部はなんかさ、リラックスさせようみたいな。全然違うと思う。お聞きの照明部さんがね、もし言うとすれば。もう非常に大丈夫。やばいっすからね。何じゃねえよみたいな。天国から見てるだろう。天国。もう素晴らしい人格の少女さんいっぱいいますから。人格はいいんですよ。そうじゃなくて、女優を持って帰ることについての意義を唱えてるわけですよ。そう、いや、まあそれもまあ仕方ないかなと。気に入っちゃったら仕方ないですよね。
まあ俺とさ倉さんやっぱりさ翔平ちゃんとさなんか俺も落語家みたいな喋り方してるからさ、うん、お笑い系じゃん、うん、で、ね、お笑い系で色物だよね。で現場ではなんとなく場が和みましたなんつってさ、ね、まあそっち系であのね、あのいい現場でしたとか言われるけどさ、うんうん、そこで終わるよね。だいたいね、そうですね。お笑いだから、うん、なんかその先がないよね。でもお笑い好きな方もいっぱいいますよ。君は？好きです。どっちが好き？どっちがここで選ばなきゃいけない。またセクハラ。セクハラ？いや好きかどうかですよ。セクハラ。これセクハラか。困ったもんだな今の時代は。今の時代は、うん、厳しいですよね。難しいね。あ、そう。難しいですよ。今日はほらちょっと気使って八嶋美紀がちょっと後ろにいて小顔になるような、うん、はい、はい、ありがとうございます。あの撮影部の心意気、はい、けな単純にこういう構図なだけあそっか、うん、なんだけどさ困ったね。どうしたらいいんだろうね俺たち。もうちょっとさこう若い時にはさもっと女優にモテモテとかさ、うん、夢見てたわけじゃないですか、うん、で夢見たまま40年50年経っちゃったわけじゃないですか。まあそうっすね。いやまあだから、うんもうあれですよね。あの、うん、そういう意味では茶飲み友達まで行くか行くか行くか、まあ、あのある種その恋愛関係っていうかな、うん、好き嫌いじゃなくて超えた、ね、人類愛に近いとこ、うん、なのか、うん、まあその俺の口から言うのは変だけどやっぱり尊敬される、うんまあ、お笑いじゃなくてねその、うんまあ、そういう風には行きたいですけどね、うん、もうね。まあそれは分かるけどさ、うん、あのどうやったら女優にモテるかっていうことは知りたくない？うん、ねえ。いや女優嫌いってのも分かるのよ。うん、現場見てるからさ。嫌いではないですけど。嫌いじゃないの？嫌いじゃないですよ。めんどくさいじゃん女優。そういう人もいますよね。それ多いじゃん。どうしてそっちへ持ってこうとするから八嶋がそうとかどうかちょっと置いといて一般論として置いといて一般論本当に嫌だったら二度と呼ばないもん、うん、これ3回目でしょ。そうですよね。それはそうですよ、はい、そうですね。頻繁に呼んでるじゃん、はい、あのうん、はい、呼びやすいかどうかじゃないんだよ。俺いっぱい女優知ってっから他にも、うんね、呼んでっからさ、うん、でも3回出たのはあなただけぐらいだよ、はい、2回はいるんだよ、はい、あのこの間の南。ああそうなんですね。ね、あまあ、大学の後輩だから呼んでたけど、うん、そうなんですか。聞いてか大学の後輩だから呼んでたあの、うん、ねだからさ別にだかといってさ、うん、じゃ あの口説いてどうのってもないだろう俺。そうですね。今のところは口説いた方がいいの？今のところはないです。今のところなんか警戒してるから今日もなんかねとっとと帰るらしい、家近いのに電車で帰りますって言ったから こういう感じでみんなわかります、家は近いんです。あの今日ちょっと用があるだけですよ。そうですか。今日は土浦まで先輩のところまで、はい、もう名キャメラマン私は一番僕が知ってるキャメラマンの中では一番春風涼し的な映像を実現してくれるカメラマンは倉さんなんで、うん、今日は倉さんに教えを請うためにわざわざあのいけすかない女を連れてきたんだけど家が近くてこう家は千葉の真ん中辺、はい、ね、うん、どちらかというと海に近い方ね、うん、から土浦まで片道で、ね、60キロ70キロありますよ、うん、で家近いですよ、うんね、あの山の向こう側ぐらいな感じだから車で乗っけてってやるよと途中の駅まで来いよね、うんうん、それで土浦まで来て、うん、で倉さんとやろうよって言ったら、うん、あ私電車で行きますこれですよ。本当用があったんですよね今日は、ね、で帰りも送別に家まで送ろうとは言ってないで近所の駅まで送ろうかと、うん、電車で帰りますこの嫌われ方。いやほら 3回目って結構重要じゃないですか。だから次は分かんないですよこれが女優だぞみんな。次の回じゃあ次の回はおい次もう一回ね次のテーマ2人決まったから次撮るまたちょっとシネマライクの皆様にシネマとは何かっていうのを倉さんとさっきも相談したからもう一回土浦で来月予算の関係上ねあの日に200円しか稼げないところに皆さんにギャラを私はちゃんとギャラをいくらか言いませんがあのギャラお支払いして今日やっておりますからねあのそれを来月ももう一回これをやろうというところですよ。皆さん期待してくださいよ。これでまた電車できますって多分この女言うんですよなんだかんだ言う。そうですか。そうでもない。そうでもない。そうでもない。あそう、うん、倉さんどう予想予
予想、いや分からんな、用があったら分かんないですよ、用分かんないよね、うん、用がありそうだよね、まあでもね、ここまで言われたからやっぱり自宅からってわけはいかないけど、じゃあ最寄りの駅からみたいなことは最寄りっつってもね、結構なんていうの、こう電車が地方線、外房線ってこう分かれてね、その ここ山があるんですよ、はいはい、俺ちこっちで、あの休み中向こう、向こうかみたいな感じなんですよ、あこれ反対かな、あのこっちがうちよりこうなんですよ、向こうから見た時にね、それでだからここのぶつかった線路のところ、ね、だから家からは45駅あるわけ、なるほどなるほど、うん、だから近所の駅っつっても別にこいつんちの家が割れるような距離ではないわけです、なるほどなるほど、うん、割れるような、ね、自宅までお、うん、おね突っ込んでいこうじゃないんですよ、このここのとこだから、なるほど、蘇我駅っていうね、あ蘇我駅ね、うん、蘇我駅っていうこの、はい、知ってますね、だからお互いの家からは10キロ以上は軽く離れてるから、うん、別にそんなストーカーするような距離じゃなくて、これは単純にそりゃ近くまで来たらそれは楽だろうという、うん、ね、それはありがたいですよ、話じゃないですか、はい、うん、優しさですよ、優しさですよ、優しさ見せたら、いや電車で行きます、まあ、電車で行きますでしょ、まあ、今日は特別です、今日は理由があったんでしょうか、ね、あ理由があったんだ、あの突っ込めないな、あそう俺も最近これ暴れる君表情で始めるのもあるんですけど、暴れる君、そうどうですか皆さんこの山島ミッキーって女、綺麗な顔して、もっと若い時もっと綺麗でしたけどね、言ってやろう言ってやろう、またそれもまあ年取って、まあちょっとまたいい感じにはね俺は思ってんだけど、ちょっとまあもうちょっとメイクどうしようよってプロ的にはあるけど、まあそれはメイクさんに呼んでねえから、そんなこと文句言える筋合いじゃねえんで、プロだからそこは呼んでください、メイクさんだよな、それはわかるわ、それは失礼な話だわ、自前メイクで出てもらってメイクに文句言うなんて、そんなはそんなことは言えないよね、言ってますよ今でも、あのうん、あのもうちょっと言うと、もうちょっと眉毛が、ま、ナチュラルな方がいいかな、ちょっと濃くなっちゃいましたね、そうだよね、そう思うよね、ちょっと美的感覚的に言うとね、きっと次は今日よりもう少しね、寄ったサイズ、うん、あ、そうそう、寄ったサイズが次は出てきますよ、そう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 、うん、なんだよね、だからさ別にさ、俺とのキスシーン撮ろうとか、俺とのラブシーン撮ろうとかさ、そんなことは一言も言ってねえし、やってねえし、そうですね、今日は なんかこう単独で綺麗に撮ってたじゃないですか、今日のよね、はい、撮っていただきましたね、優しい感じで、ね、はい、いい感じの、怒られちゃったけど、あの古い家の中で撮ってたら、そうですね、ちょっと、ね、うん、ちょっとまあ、なんかダマ店で撮って、ダマ店って言うんですけど、うん、許可なしにね、うん、ったもんだから、うん、あのでもまあ別にトラブルになるほどの話じゃないんですけど、ギリギリのとこでやってたんですけど、これがね、あのもうちょっとね、この女がね、もうちょっといけてたらね、別に、ね、あの抱える人もね、ポーッとなってね、いいんじゃないですかね、あの広瀬すずとか来てたら多分そうなったと思うんだけど、ここが八島まだちょっと、まあ八島で悪いわけじゃなくてね、あの目力の問題ね、目力もっと、ね、はい、うん、鍛えときましたね、鍛えてもね、そうだね、はい、うん、まあ、その辺がほら電車で来るみたいなところに俺はちょっとああ多分そこにあるんだと思うんだよね、なんかね、もうなんかこんな感じで20分も喋っちゃう感じなんですよ、もう18分喋ってますけどね、あのまあいい女なん、いい女っていうか、まあ俺的にはね、もっとなんかいろんな演技させたいんだけど、今日もさ、あのマイク仕込むからなんて言ってたんだけど、結局やんなかったね、あの次はもうちょっとちゃんとした台本書いてくるから、台本がねって、キスシーンあるんですか、期待する、キスシーンあるんですか、台本、台本キスシーンがいい、いや今やられたね、ちくしょう、この女もやってくるな、ちょっとだからね、あのまあこの女主役で撮りたいは撮りたいんですけどね、どうしたらいいか、ちょっと待って、どうしようほらほら、あれでしょう、アクション、もう一人ね、うん、相手役、相手役、福田さん出る、いや俺は後の方だから、うまいこと言えたんで、そう、まあ出たがりですけど、出たがり、まあ、それは置いといて、うん、まあね、相手役いた方がね、やりやすいよね、照明部さんみたいな相手役ですか、うん、あ、そう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 、ガテンのいいね、はい、いなかったかな、近所で、誰か、あ、一人いるな、いらっしゃるんですか、若いのが、いや、照明部じゃないですけど、一人いるな、でもさ、うん、俺的にはさ、俺の単純なこう、なんていうの、理想像は、うん、ウディアレンみたいな感じがいいのよ、
監督で出てんだけど、なるほど、3枚目で女優と絡みてんだけど、うん、なんかちょっとちゃうよねみたいな、はい、あの前に動画をね上げてたような、ああいう、そう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 、じゃあそれはもう鍋さんがやればいい、そうそう、俺がちょっとこうやらせてもらって、倉さんにこう、さ、鍋さんアウトだからもう差し替えるわっていうそれも含めて、あ、それはもうそれでいいんじゃないですか、うんうんうん、だからもうちょっと俺がね、ちょっと動画だからもっとジジイになりたいんだけどね、俺ね、まあ、うん、大丈夫ですよ、そのうちにそのうちにいい感じになりますよ、ヤシマも追っかけてくるかもしれないからね、ねえでもウディアレンの映画の感じがやっぱり年齢層にしてもいいじゃないですか、あのヒロイン的にもさ、うん、でグラさんもたまにさ、うちとらで出て、うちとらって言うんですけど、スタッフが出るのはうちとらって言うんですけど、あのうちとらでね、グラさんもこう大きい画面で出てもらって、うん、こんな感じでさ、うん、こんなドラマをさ、うん、ウディアレンもほらちょっと広角からこうやってさ大きい画面みたいなのあるじゃない、あんなちょっとその辺の構図もと、クラさんの構図でうまい、はい、だからさ、こういう少ない人数でさ、うん、映画を撮りたいんだよ俺、うん、YouTube スタイルになるけども、うんね、なんだけど成立してる、うん、で要はさ、映画って大体1日ね、プロデューサー感覚で言うと1日100万かかっちゃうよね、本当のもの作っちゃうとさ、だけどこのスタイルでやったらさ、まあ、1人1日いくらにするかあるけどさ、何日か取れるじゃん、100万円あったら、うん、同じ100万円あったら、俺たちのギャラだけでいいみたいな話になったらさ、うんね、だから普通の映画だからちっちゃくたって5、600万かかるのさ、うんうん、この3人で500万分けたらさ、うん、どうよ、儲かればね、いや、制作費として、あ、制作費、制作費として、うん、ね、例えば600万をさ3人だったら200万ずつだったらさ数ヶ月でいいじゃんそれはだけどまだ取らぬタヌキのなんて、いや、だから違う、それをさ成立させるだけの形を作るってことだよ、ね、ああ確かに、うん、別にさ俺が出て600万もらえるかどうかは別として、例えば深川が出たら、うん、深川と八島でやったらできるかもしれない、まあそうですね、でしょ、うん、でスタッフ増やしたらさ、みんなで分けなきゃいけないから、当然、まあ、そうなりますから ね、だからこの人数なんだけど、うん、リッチに取れるよっていう感じ、うん、うん、っていう新しいちょっとこの YouTube 映画みたいなのをさ、うん、なるほど、考えてんだよ、うん、はい、うん、で最後に八嶋美希が脱ぐと、うん、え、今日もなんかそんなような話されましたけどね、うん、脱ぐと、うん、帽子を、あ、帽子をね、ダメな男だね、ダメな、最後逃げちゃったよ、最後逃げちゃったね、沈黙守んないと最後逃げちゃったね、そう、まあ、ということで今週もまあすげえバカ話しておりますけれども、まあ大先輩のね、あのキャメラマン来てもらいましたけど、ピンクだったよね、ピンクだった、面白かった、はい、うん、ね、ということでまた青春時代のパワーをまた取り戻してもらって、はい、とんがってたらしいよ、蹴っ飛ばしてたらしいよまたそういう悪い噂も、ね、もう取れねえよとか言って、ああそれはなんか言ってたよねそれは否定しませんもうダメだってこう、はい、先輩方全員に対して文句言ってたっていうね、家族取れるわけねえじゃねえかっていうとんがってた時代もね、懐かしいね、懐かしいですね、という春風涼しと倉持氏と八嶋美希でした、という YouTube でした、また来月もよろしく、よろしく。